い、こんにちは、頑張れラジリーマンのジェラです。ヤードです。もちろです。たもつです。はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回はですね、まあ久々にこう4人集まったわけなんですけども、まあいつも通り外のスタジオに集まるのもちょっとコロナの影響かってこともあるんで、オンラインでリモート収録という形で、4人集まっております。なので若干ねお聞き苦しい点なんかもあるかもしれないんですけども、今日は最後までお付き合いいただけたら幸いです。と言いますのもですね、今日は何やら大事な大事な報告があるんだって。はい、今ゼラさんからねお話ありましたけど、まあ、今回はちょっと皆さんに非常に大事なお知らせをしたいということでございますよ。はい、何なんですか。なんとですね、うん、我々頑張れラジリーマン、この度リニューアルをすることになりました。イエーイ、イエーイ、リニューアル、リニューアル、ね、リニューアルってね、うん、なんだよって話なわけですよ。そうですよ。はいはいはい。まあ、リニューアル何するかってことなんですけど、まあ、簡単に言ってしまうと、なんと、この頑張れラジリーマンという、まあ、チャンネル名がですね、改名することになりました。!3 年間付き合ってきたのに。そうだよ。もう、いや、4年よ、4年。4年か。16年からだから、4年よ。ああ、そうですよ。それを。4年続いたね。たらもうね、すごい年月ですからね。もっと他になかったのかな。まあそうなんですよね。ちょっと4年ね、4年お付き合いいただいたこの頑張れラジリーマン、ちょっと名前を変えることになりまして。うん。なんと、その新しい名前が、それは番組の最後で。引っ張るんかーい。まあまあね、ちょっと最初ね。最初に言っても面白くないからね。はい。まあまあね。まあというわけでね、ちょっと今回改めて、頑張れラジリーマン、本当にまた繰り返しになっちゃいますけど、改名することになりましたと。で、まあ、なんでまた、こんなよくわかんないタイミングで、まず改名になるんだっていうところなんですけど、うん、はい。まあ最近の我々の状況を先にちょっとお話ししちゃうと、おかげさまで、チャンネル登録者数が2000人を無事突破いたしました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、本当にね、2000人ですよ。始めた当初は100もなかなかいかなかった我々が、いやー最初しんどかった ね、 ここまでねえ、ついにいろいろ来ましたよね。でもあっちゅう間でね、前回の1000人超えたのが1年経たないぐらいですか。そうそう、去年の10月ぐらいに1000人突破してるんだよね。うん、ほう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 。何ぐらいの時でしたっけ。アジアの熱風の前、はい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 、あの1000前後ってことか。そうそうそう、あのラジオドラマですけどね、アジアの熱風っていうのは。なるほどね。もう早いものでね、1年足らずに2000人まで行きました。本当に皆さんありがとうございます。いや本当ありがとうございます。なんかもう1年も経たずにあっという間に2000人行って、でまあ僕らの中でも結構作るものが変わってきたのかななんていう気持ちになってるんだけども、まあそうね、まあそれがちょっと今回の改名のまあ一番の大きな理由ではあるんですけど、うん、まあこの1000から2000って移行していく中で、まあ実際この頑張れラジリマ、まあもともとラジオドラマだったり、ラジオってものを中心にやってきたわけなんですけども、うん、もうね、なんかいろんな活動が増えてきて、ラジリーマン、ラジオっていうところから、だんだんちょっと我々ね、ラジオ以外ももうやり始めてきてんじゃねえかっていうところが、まあ実際一つの理由ではあったと。うん、いうことなんでございます。そうだね。はいはいはい、はい。そうですね。だからそれでいくと、まあ直近で言うとあれですか、この前ね、ちょっとたもつさん来れなかったけど、3人でね、うん、シズラーに行った話とか。うん。そうだったね。ね、いったやつ、ああいう映像系のものだったりとか、うん、あとはね、ジェラさんがもう、しゃかり気に盛り上がってやってくれた、バックトゥーザフューチャー生配信とかね。はいはいはい、そうそうそう。映画のね、テレビみんなで見て生配信。そうそうそう。めちゃくちゃ楽しかった、ね、俺は。すごい。めちゃめちゃオタクが騒いでた。そうそうそう、っていうこととか、またそう、映画つながりと、例えば何でしたっけ、アカデミー賞か。ああ、アカデミー賞の生配信もやったね。はいはいはい。そうだそうだ。あれもやったりとか、あとは一瞬なぜかゲームをやってみたりとか、ちょっといろんなことをね。時もね、時もやったね。濃かった、濃かった内容が。ね。というわけでね、このね、1000から2000のこの1年足らずの間で、本当に、まあラジオドラマは継続して作りつつも、ちょっとラジオ以外のコンテンツっていう新しい活動の幅をいろいろ広げてきた、ちょっと1年間だったんじゃないかなというふうに。うん、思っているわけなんでございますよ。そうだね、確かに、うん、みんなのちょっと興味もどんどん広がりを
持つようになってきたのかな。そうですね。というわけでね、まあ、より今後の我々の活動の幅を広げるためというところを、まあ、目的にですね、ちょっと、ラジリーマンっていう名前ではなくて、ちょっと新しいスタートを切るという意味で、うんうん、この度、新しいお名前に変えて、心機一転頑張っていこうかというふうに思ったわけなんでございますよ。でもね、はい、もちろん、まあ、お聞きいただいているラジオドラマが結構中心であるんで、変わらずラジオドラマとか、ラジオもちょっと作っていくっていうのは変わらないんですけども、ちょっといろんなことに挑戦していきたいなというふうに思っております。うん、うん。はい。そうですね。再出発ということですね。ね、ということなんでございます。うん。まあ、じゃあそんな我々が、今後、どういう名前で活動するかということなんですよ。気になりますよ。改めて我々が今後どういうお名前で活動していくか発表したいと思います。新しい我々の YouTube チャンネル名は、スタジオジョルニという名前で活動していくことになります。イエーイ、スタジオジョルニ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 はい、ジョルニ、はい、まあね、我々は確か今後はですね、スタジオジョルニという名前で活動していくことになりましたので、はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ね、まあ、スタジオジョルニね、どういう意味なんでしょうね。まあね、その辺はおいおい語っていくのかな。そうかな。うん、今後どこかのタイミングでスタジオジョルニに、頑張れラジリーマンからスタジオジョルニに移行するっていうタイミングになると思うんですけど、そこでちょっと詳しいそのスタジオジョルニに込めた意味とか、うん、新しいデザインとか、なんかそういうところを含めて強く打ち出していければいいなっていうふうに思ってるんで、それをちょっと楽しみに待っていただきたいなっていうふうに思ってます。そうですね。うん、はい。なんでね、まあ、そうやって今発表させていただいたわけなんですけども、まあ、じゃあいつからジョルニになるのかっていうわけですよ。そうなんですよね。はい。まあ、とりあえずですね、予定としましては、一応、9月1日。はい。はい。まあ、近々ですな。9月1日、まあ、もしかしてずれるかもわかんないんですけど、9月以降のどこかで、まあ、名前と、あとデザインの準備が整い次第、YouTube、Twitter、その他諸々の情報がすべて一回リニューアルされるという形になっております。うん、はい。はい。ね、その時にですね、改めて、まあ、今、ヤードさんからもお話ありましたけど、じゃあ、ジョルニってどういう意味なのとか、あとは我々のジョルニになることで、今後の方針どうなるのみたいなのは、改めて別のコンテンツとして上げる予定なので、ぜひそちらも楽しみにしていただければな、というふうに思っております。はい。はい。多分今これを聞いてくださってる皆さんは、このチャンネルが移行しますって言われて、何か変わるかもしれないって思ってる方もいると思うんですけども、それね、はい、そこね、これって結構大事なことなんですけど、YouTube の登録しているチャンネルは今のままで大丈夫です。チャンネルはそのまま。合言葉はチャンネルはそのまま。解除はせずに、僕らの方でデザインとかロゴとか名称を勝手に変えていくだけなので、登録しているチャンネルアカウントは同じになります。ちなみにツイッターもね、名前は変わるんだけど、アカウントはそのまま残しておくので、フォロー解除しなくて大丈夫です。それから僕ら4人も、その今のツイッターのアカウントにつぶやくし、その名前が変わるだけっていう状態ですよね。そう。だから、もし、ガンラジのコンテンツを見たいとか、スタジオジョルニのコンテンツを見たいと思っても、同じアカウントからアクセスできるようになっているので、そこはね、変に焦らなくても大丈夫ですよ。そう。新チャンネルを作るってわけではないのでね。うん。そう。はい。そうそう。お知らせをこう受け取るっていう風に設定をしてたら、それが、ラジリーマンからじゃなくて、ジョルニからっていう風に変わる。そう。そんだけです。うん。というわけでね、なんか9月から急にそれが変わっちゃうとみんなびっくりするかなと思って、今回は、まあ2000人ありがとうございましたっていう感謝の気持ちと、今後9月1日から我々名前変わるけど、びっくりしないで、引き続き応援よろしくねっていうご挨拶を兼ねた回でございました。はい。はい。今後も我々頑張れラジリーマン、そして9月1日からは、スタジオジュルに応援のほどよろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は私、もちおと、ジェラと、ヤードと、たもつでした。ではまた次回のコンテンツでお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。